まぶしい。おざすじゃないよ。今寝スターだからそれはおざすかもしんないけどさ、友達がさ朝からちょっと海入ろうよって、俺が久しぶりに半年ぶりに入ってんのにさ、応援はしましたよ。寝るって一本いいグーフィー見ましたよ。友達やめた？いや、やめてはないです。ベストフレンド。はい、おはようございます。久保井です。切り替えていきましょう。ベストフレンドなんで。本日はね、トイ JP3 の最終プルト、ほぼできたけど最後の本当調整だけ気になるって言ってたじゃないですか、それの改良版が届いたんですね。じゃあまずこれが今までのトイ JP3 ですね。はい、動画にも出したね、これね、これがそうですよね。で、今回新しく来たのがこれ、まだ乗ってないんですけど、これですね。一緒じゃん。そうなんですよ。ちょっと見てください、これ。いや、一緒だよ。見えますか？ほら、もう全く一緒なんですよね。間違えた。なんか一個気になる点があるって言ってたのが、その要はサーフボードのもう浮力のバランスっていうのがあるんですよ。どこがその一番その浮力が強いか、っていうのがあるんですけど、このトイ JP3 はなんかその浮力のバランスがちょっと前の方にあったんですよね。だからもうちょっと下げたらどうなるんだろうっていう、だからもう下げて調子悪くなる可能性もあるんですよ。で今のその浮力のバランスがめちゃくちゃいいんで、だからそれを下げたらもっとこのノーズエリアの操作性が良くなるのかなっていう本当疑問。だからいいか悪いかは全く分かんないんですけど、その新しくなったこのトイ JP3 のその一番浮力のピークバランスはこの前足のあたりに落としてもらったんですよね、だからそれがいいか悪いか最終テストって感じです。テストしていい方でもう製品版っていう感じです。だからこれ下げることによって悪くなるかもしれないし、本当にちょっとだけ良くなるかもしれない。でもこれはもう分からないレベル、普通にこれを乗らないと、しぶっちゃけ俺もそんなに分からないと思う。ただ気になったから追求させてもらってるっていう。クレームすごいっすよ、ちなみに。運営側から早くしろって、早くしてくださいっていう。いや本当にでもそれを僕は分かってるんですけど、自分の中でちょっとこう気持ち悪いのが嫌なだけなんで突き詰めてますけど、ほとんどライディングとか変わらないと思う。正直ね。寝てていい？ね、ダメダメ。正直これもライディングはもう変わらないと思う。もう見てもらっての通りもう全く一緒だからさ、形もう全く一緒なんで、そのほとんどもう変わらない、ぶっちゃけ。ただ自分の中のそのなんていうか、そのこうしたらどうなるんだろうっていう、まあ探求心、俺って冒険家じゃん。やっぱり冒険して迷子なんないでよ。間違いない、うまいね。完全に俺はもう遭難する可能性あるから。なんでまあちょっと今日はその最終テスト、はい、行ってみたいと思います。で波もね、まさにトイ JP3 日和ですね、なんでまあちょっとこれで最後じゃ調整して、最終またスーパーと打ち合わせしてで製品版っていう流れになると思います。はい、最後までちょっと頑張るんで、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そして、ぜひねできた時は買ってください。お願い。頼むよ。まあでもね、自分の中でいいボードができたらいいなっていうふうに思ってます。非常に楽しみです、乗るのが、はい、お願いします。お願いします。
regular days would turn into never ending weekends. Ordinary way, no, seeing unicorns low. You plus me up with perfect, one dream in architect. Hey, what do you say? でした。お疲れ様でした。何度も何度もそのサーフボード変えてすみませんでした。何本か撮れましたね。どうだった？ほぼ分かんないと思うんですけど映像的にはね、でも自分の中では気づきがあったっす。すごいやっぱなんだろう、新しい方がいいところもあるし従来のやつの方がいいところもあるから、やっぱそれを最後ミックスして一番いい状態に持ってきたいなっていうふうに思いました。なんかどっちもいいんですけど、それの中間がいい感じがしましたね。だからもうそれで多分製品版いくと思います。はい、はい、とあとは一個報告があって、ロゴが完成しましたね。トイ JP3 の、見れるの今？見れます。いきますよ、はい、せーの、こちら。どうでしょうか？それか、今は何もないんですよ。これ編集で付け加えますから。板に書いてあるわけじゃないんだ。そうです。で、あのね、スケッチして考えてやったんですけど、久米浩平シグネチャーとか久米ブローズコラボみたいな感じでやってもいいよって言ってくれたんですけど、それどう思いますか？浩平のこと嫌いな人もいるからだよね。ここにトイ JP3 久米浩平とか言って入ってたらさ、買わないでしょ、みんな。消すね、まずマッキーで。でしょ。でもやっぱかじりたいじゃん、ロゴに。だから、まあ、クメブローズ のステッカーですよね、ロゴ、それとコラボして、そのチェックのクメブローズの中に、まあ、トイ JP3 っていう入ってるデザインにしました。なるほど。だからいろいろ自分の中で考えた結果、シンプル is the best。 で自分も出すぎず、はい、少し出る、そんなロゴに。ちょっと俺もいるよって感じ。はい、本当は行きたいですよ。俺もだよって。本当はもうトイ JP3 とか書きたくないぐらいですからね。トメコヘーって感じで。いらな。でしょ、かっこ悪いじゃん。なあ、まあ、あとトイ JP ファンの方もいるからね、だからそういう方たちも、まあ、3になっても乗ってほしいんで。でもこれ乗ってよかったです。本当にそういう浮力のバランスっていうのは自分の中でもここまで突き詰めれたことがなかったから、それがまた知識と経験になって、次製品版行く時のより良いそういう浮力バランスっていうところまでできたっていうのは、なんかすごいこうありがたい機会だなっていう、純粋に思いました、ね、やっぱ今後に生きてくるんじゃないでしょうかと思います、はい、次の動画はもう製品版？
製品版です。お何回かまあこれと旧のやつをもうちょっとテストして、でドーンって製品版なると思います。なんでまあ皆さんもうしばらくお待ちください。そして応援よろしくお願いします。多分ね、はい、本当春晩春ぐらいにはできると思います。晩春ってあってますか？初夏、初夏にしますか、うん、初夏にしとこうか、まあ、初夏には完成すると思いますんで、はい、ぜひ楽しみにしてください、ね、はい、その時にまた一気にこのねモデルの紹介もしていきたいと思いますんで、ということでお疲れ様でした。今日はもう帰ります。眠いんで、はい、はい、お疲れ様です。お過ごしください。クメムローズでした。ハッピーリーケンド。